YouTube チャンネルありのままの榎本です。はい、で今日ちょっと久しぶりにプライベートな質問をいただきましたので、それについてお答えしたいと思います。榎本さん、好きな映画はありますかと。まあこれなんか、僕結構そのあれだ、人事とかに、人事とかの仕事手伝ったことあるんですけど、これ結構聞いてましたね。好きな本か映画で、僕もちょっとこれで性格出るっていうふうに思うので、伝えたいと思います。何ですかね、あります、皆さん好きな映画でさぞ結論言えって話ですよね。はい、あれだ、クリント・イーストウッド監督の父親たちの成長期っていうドラマです。どういう、あ、ドラマじゃない、映画で、これどういう映画かっていうと、なんか硫黄島あったじゃないですか。まあ硫黄島と嫁とかいろいろあるんですけど、一回硫黄島にタイトルに合わせて言います。で、硫黄島っていうのはなんか第二次世界大戦の最後の激戦区だったみたいなところなんですよ。で、ここって実はそのあれだ、結構大事な島で、なんかまあ要するになんか日本を最後攻めるときにその島をなんか攻めて、そこから日本に飛ばしてやるぜみたいな飛行機とかをっていうところで、結構取られたのまずいところだったんですね。で、日本もそこで真剣になんかあれだ、抑えるために栗林さんっていう結構有名な、まあ、軍のお偉いさんを派遣したみたいな、そういう歴史があるんですね。で、そういう場所で実はここって死傷者数としては日本の方が少なかったって、アメリカの方が死傷者多かったっていう、結構頑張った部隊としても有名なんですよね。で、かなり過酷な島でした。なのでそういう意味では第二次世界大戦でかなりキーパーソンになる島なんですね。で、キーパーソンにキーになる場所なんですね。で、ごめんなさい、なんで好きかって話なんですけど、この映画のメッセージ性が好きなんです。僕も基本的にもうなんかその作品に対するメッセージを受け取りたい人で、それに恋する人なんですよね。で、この辺ね、その映画のメッセージは良かった。その もう戦争にヒーロー英雄はいないっていう、戦争に英雄はいない、これなんかグッときたんですよ。で、例えばどういうことかっていうと、その硫黄島をバッてその取った時に、あれだ、アメリカの国旗だったんですね。だからフラックス・オブ・アー・ファーザーズって言うんですけど、アメリカのタイトルは父親たちの星条旗ですから。で、その星条旗を立ててる姿を写真に撮って、まあ戦費調達、要は国がお金集めるみたいな英雄作ったんですよ。彼らは英雄にしたんですね。それでやったぜ、称賛されたぜ、英雄だぜと思うんですけど、彼ら結構その後だいぶ苦しんで、まあその戦争が終わった後にその心理的なストレスとかで苦しんで人生めちゃくちゃになっちゃうみたいな、そういうメッセージ性があったんですよね。で、これ結構聞いたんですけど、そのいろんな本読んでると、やっぱりその戦争から帰ってきた人の精神状態って相当おかしくなっちゃうらしくて、なんで戦争するんだ、そうまでしてみたいなメッセージ性が強いんですよね。で、要はアメリカっていうのは軍事産業複合体、軍産複合体っていうんですけど、戦争によって経済を潤すような 文化っていうか歴史があるんですよ。だからまあその第二次世界大戦の前に世界恐慌あったんですよね。世界恐慌で、世界恐慌をそのニューディール政策で何とかしたみたいなの世界史の教科書であるんですけど、もう最近はもう教科書とかそういうなんか受験レベルでもニューディール政策じゃなくて、結局第二次世界大戦によって軍需産業も儲かったからアメリカ経済立て直ってたねみたいな、そういう文脈なんですね。だから経済がメインなんですよ、基本的になっちゃう、そういう風になっちゃうと。でも人の命を奪ったりするのは戦争で、経済のために潤ってるかもしれないけど、そこに英雄なんか存在しないよねっていうことを強いメッセージで伝えてました。で、この映画もう一つでかいことあるんですよ。もう見た人は多分これ早く言えよみたいなこと思ってると思うんですけど、裏側の映画があるんです。父親たちの成長期の裏の映画で、ね、日本側の視点で描かれた映画があるんですね。それはあれです、硫黄島からの手紙っていう映画で、これ二宮和也さんと渡辺謙さんが出て、一応渡辺謙さんが主演ということになってらっしゃると思うんですけど、実質僕は二宮さんが主演だったと思ってます。まあ、これなんで二宮さんが選ばれたかっていう話はすごい面白かったんですけど、それちょっと今日割愛します。どっかで話したいと思います。はい、ネットで調べたら出てくると思います。で、ですね、まあ、要するに硫黄島にいる人たちはもうなんか定期的に届ける手紙のやり取り、家族との、それがまあ生きがいだったみたいなところなんですけど、まあアメリカが攻めてくる時に彼らはどういう背景を背負ってたかで、どういう思いで戦ってたかみたいなところが出てくるんですね。で、逆側もしかりで、さっきはアメリカ側の視点だったのに今回は日本側の視点での映画だったっていう、もうあれですよね、大事なのは一つの事実、一つの事象を両面の
両面から描くことで一つの真実に迫れるんじゃないかっていうクリント・イーストウッド監督の何かそのメッセージ性を感じました。で、僕はどっちかっていうと戦争にヒーローはいないっていうメッセージ性が好きなので、あの父親たちの成長期の方が好きなんですけど、ただこういう両面を見た時に絶対にどっちかが正しいとかそういう世界観ではないんじゃないかなっていう、物事っていうのは必ず両面あるなってことを強く意識しなきゃいけないっていうのをすごく感じたような記憶があります。当時大学生だったんですけど、まあそういうところから僕が好きな映画は父親たちの成長期でした。まあちょっとぶっちゃけそんなに映画見ないんですけど、実は見たいと思いつつちょっと見る時間がなかなかないっていうのが悩みなんですけどね、ぜひちょっとおすすめの映画とかあったら教えていただけると嬉しいです。これ LINE メッセージでも Facebook メッセンジャーでもいいですし、コメント欄でもいいのでちょっといろいろと教えていただけると嬉しいです。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。まあこんな感じで映画情報とかも届けていきたいと思いますので、まあパーソナル質問とかでもどんどんいただけると嬉しいです。チャンネル登録とか高評価いただけるともっと嬉しいですみたいなそこだけ付け加えさせてください。はい、ではありがとうございました。